はい、えー、それでは平成29年論文式本試験監査論の解説を始めたいと思います、えー、担当はレックセニン,ンコーシクサカです、えー、よろしくお願いいたします、えー、まず皆さん本試験お疲れ様でしたそして、えー、監査論いかがだったでしょうか 今回はですね一見すると何か書けそうかなという雰囲気もあるんですがおそらく蓋を開けてみるとまあそ,そこまでね書くの簡単じゃなかったんじゃないかなと思います。であの見たことがないとっぴな論点っていうのはないと。ただ何を書いていいのかっていうところでまあ時間を取られてしまったかなと思います。 しか1問目2問目ともそれほど読まなきゃならないところっていうのは多くなくてそういう意味で時間的にもね、えー、まあ回答欄見てももしかしたら結構余裕なのかなと最初思うかもしれないんですがいざ書くとまあそうではないかなと。 思いますで回答を作っていてもですねやはりこれいろんな回答を考えられるんだろうなと思いながらまあ,あの一応ですねレックとして模範回答という形で出しているのをベースに、えー、解説していきたいと思います。えー、まずですねね第1問目は、えー、他のの監査人等の利用から出ました、ね、で、えー、これ問題ちょっと映しますけれどもえー、監査基準第3の4。 1> の1 2 3といいうのが出ています、ね、で1項2項3項簡単に見ていきますが1項はこれ他の監査人によって行われた監査のっていうことでですね、えー、これはまあ他の監査人ですから換気法でいうところのグループ監査、えー、つまり換気法の600ですね、えー、これが参照できるんだというふうに考えられた方はね ここで楽になったと思いますね。で2項は専門家の業務の利用ですからこれは換気法620の、まあ、まさに専門家の業務の利用という換気法そして3項は内部監査が出てきますのでこれは610の内部監査の利用ですねこれを参照できればよかったかなと思います。でですね早速問題1から見ていきますがまず問題1は。 監査基準の実施基準において他の監査人等の利用という項目が設けられている理由を説明しなさいという問題ですでこういった問題は実はね、えー、ここ23年の間にですねあの本試験で出てましてその時は。 なぜ報告基準が監査基準の中に含められているか説明しなさいという形で、えー、そもそもね基準自体のまあ存在意義というかな、えー、なぜ設けられたかというその趣旨を問う問題出てましたで,今回もそうなんですねでこういった問題はですねまあその場である程度考えるということが必要だったととと思いますすななののでちょっっ、ね、その観点かかからすると書きにくかったかなと思います。 で問題2以降見ていきますけども下線部1から4に関して問い1から問い4に答えなさいということであります。で、えー、問い1はですね監査人が他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を勘案する意義について説明すると。 で、下線部丸2に関して問い2ですけれども、監査人が専門家としての能力及びその業務の客観性を評価する意義。これを説明しなさいと。で、問い3は何かというとえー、下線3に関してですが、監査人は専門家の業務を利用する場合に、その業務の結果を鵜呑みにしてはいけないんだと。 例えば専門家への質問や専門家の報告書の差別などの手続きを行う場合があるその理由を説明しなさいという問題ですで、問い4は今度ねこれ監査人の評価まあ、内部監査に関してですけども監査人の評価にあたって監査人が重視しなければならない内部監査機能の特徴の説明ですよねで問題3 えー、監査報告書に、まあ、例外的な場合を除いて他の監査人等を利用した旨を記載しないことの理由を述べなさいと。でこれまあ一回バッと見てみるとですねおそらく、えー、頭の中に他の監査人等の利用の、まあ、本質的なね、えー、ポイント思い浮かんだかと思います。えー、これは 他の監査人等を利用したとしても責任は分担されないということでしたね。えー、監査人がすべて監査意見に関して責任を負うのであって、えー、他の監査人等との責任は分担されないと、こういったですね、根本的な趣旨には気づくと思います。でも逆にそれに気づいてしまうと、問題1から問題3まで全てね、 なんかそこの部分で回答できそうな気がしてしまって。そうすると逆にどの問題も回答同じになっちゃうなというふうにですね。困った方が多かったかなと思います。 でそこがまあこの問題のねちょっとあの出題意図の汲み取るところで難しいんですが確かにどの問題も本質的には他の監査人等と責任は分担できない全て監査人が責任を負うんだということからなってますがあのそれを大元の根拠として、えー、それを大前提として他の問題を、ねえー、と問題1から問題3まで考えていっていただきたいという内容でした。 なのでちょっとそれを頭に念頭に置いた上でですね、えー、じゃあ問題1他の監査人等の利用という項目が設けられている理由ですけれどもこれは、えー、レジュメを見ていきましょうまず参考になるのがここですね第1問他の監査人等の利用レジュメの1ページ目で、えー、まず最初に載せてあります、えー、これは平成14年の監査基準の改定全文 で確かにねここにあのちょっと近いことが書いてあるんですがじゃあここの部分ね、えー、海底全文ある程度読み込んでたからといってここがパッと出てきたかというとねまあ、ちょっとあの、えー、出てくるの厳しかったかなとは思いますなので、えー、ここの冒頭の論証はちょっと難しかったと思いますただここでね、えー、この14年の改定全文のこの部分使うと こういういうに書けます、えー、すぐ下のところ、えー、フローで書いてますがここ見ていきましょう企業活動の国際化多角化および連結対象会社の増加による監査範囲の拡大と、まあ、これが全文に書いてあるわけですがこういったですね社会的な背景があって。 ポイントはその次です、ね、えまあその背景はある程度ねえ皆さんの言葉で書けばいいんですがやっぱりまずここの言葉がなかなか出てこなかったかなと思いますが財務所要が複雑化化高度化していいるととうことですよねで、えー、これをもとにして論証を展開していくと次に複雑化高度化してるんだから他の監査人等を利用することで 監査を効果的かつ効率的に実施することができるんだとまあ、こうつなげるとね良かったと思いますでも一方でここは大前提ですよ他の監査人等を利用したとしても責任は分担されないとまあ、ここはそもそも他の監査人等の利用というね基準が設けられたそもそもの趣旨ですからやはりですねこの責任が分担されないんだというまあ根本的なね 内容もここでは示してあげる必要があるだろうと。でこの2つからですね監査基準において監査を効果的かつ効率的に実施するために他の監査人等を利用するんですからそれについてね利用するにあたっての検討すべき事項。 をまあ明示する示す必要があるし責任が分担されないっていうこともですねやはりこれは責任範囲として示す必要があるとだから他の監査人等の利用という項目が設けられている監査基準上設けられているんだと、まあ、こういうふうにですね結んでいただくと良かったかなというふうに思います。 えただねここはあのまあ、何を書くんだというところから始まって、えー、どういうふうにですね論理を展開していくかっていうところは難しかったと思います。ですので左上で正当可能性は一応中程度としてあります。ただまああの冒頭の部分ね書きにくかったかと思いますが何とかこの他の監査人を利用することで まあ監査を効果的かつ効率的に実施することが可能となるので利用するその利用にあたって検討すべき事項を示す必要があるしあとは責任が分担されないってことも示す必要があるとだから基準上設けられたんだというねそこのところはなんとかあのかけると良かったかなというふうに思います。これが問題1ですね で、問題2からここでねえっ、ー、と見ていきます。問1から問4まで見ていきますが、あのこれもレジュメで見ていきます。えー、問1。監査人が他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を勘案する意義という問題でしたね。で、えー、ここ換気法のですね。 600の4項まず統一はこれ他の監査人の話ですから、えー、600グループ監査の部分で4個を引けるとですねまあ良かったかなとでそうするとですねこここういうことが載ってます。監監監監査査査人人は他の監査人へののへ業務の指示監督及び実施について責任を有するということでやはりね監査人が責任を有するんだと他の監査人に依頼したとしても 監査人が責任を有するということから問題文にあるとおり監査人が他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を勘案することでこの下の2つ他の監査人に作業の実施をそもそも依頼できるかどうかとかですね他の監査人の作業へどの程度関与するべきかこういったことを決定することが可能となると。 まあこういう意義があるというふうに論調すると、まあ、あの問題題文の、ね、出題者の出者意図に合うかなと思いますつまり監査人は他の監査人に、ね、対していろいろ業務を指示したり監督したりその実施について責任を有しているわけです。でその責任を有するからこそですね 他のの監査人に作業の実施が依頼できるかどうか、どうあるいは他の監査人の作業へどの程度関与しなきゃいけないかってことを、まあ、決定しなきゃいけないわけですね。でその決定するにあたって他の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性をまあ勘案することが必要となると。 逆に勘案することでどの程度関与すべきか意気をそもそもできんのかっていうことを決定することが可能となると、まあ、いう関係にありますからそれがですねこの勘案する意義になるということで、えー、まあちょっと書きにくいですよね書きにくいんですが、あのー、ここの部分ね、えー、まあ600の環境600の4項をキーに、えー、してで600の4項さえ見つかってこの最初の1行が出てくればですねあとは えー、どういうことがあったかなとグループ監査のところで、まあ、あの講義等もね聞かれてると思いますのでその時にやはり、えー、他の監査人にそもそも作業実施を依頼できるかどうか こういったあの他のの監査人の独立性とかですね、まあ、そういったことを評価するなんていうのもありましたけれどもそもそも依頼していいのか自らが監査しなきゃいけないのかどうかっていうことが一つ論点でありましたしあとはですね、まあ、どの程度関与できるかっていうのもグループ監査のところでは大きな論点でしたのでここら辺は基準を引くというよりも、まあ、あのグループ監査の論点として頭の中に入っていることをですね、まあ、書けばよかったかなと思いますのでちょっとね えー、書きづらさがあった問題でした。で同じくですね問いにも見ていきますが問いにはこれ監査人が今度専門家ですね専門家としての能力およびその業務の客観性を評価する意義なんですね。でここはですね実は換気法からまあ引用すれば答えが導き出せたんですね。 これ参考となる基準この左側に書いてありますけれども環境620の3項と620の A14 項なんですよねでこのレジュメで見ていきますが吹き出しじゃないね下のとこ先見ますこう書いてあるんです専門家の業務が監査人の目的に照らして適切であると結論付けた場合その下当該専門家による指摘事項や結論を 適切な監査証拠として受け入れることが可能ですよ。と、これは実はですね。この2行は620の3項に書いてあるんですね。で、そっからですね。参照を飛んでいただいて、620の a14 項には何が書いてあるかって言うと、この吹き出しの内容が書いてあるんです。専門家としての能力及びその業務の客観性は？ 重要な影響を与える要因だと何に重要な影響を与えるかというとここ専門家の業務が監査人の目的に照らして適切であるかどうかこれに関して重要な影響を与える要因だと書いてあるわけですねだからこそじゃあ重要な影響を与える要因ならば評価することが必要でしょこの流れなんですよねだからあのちょっとね初め何聞いてるのかな、えー、思うと思います 最終的にはもちろんね、専門家がやってくれたことだって、全部監査人が責任を負うんだから、ということにつながるんですが、ちょっとね、えそこまで行かずにですね、そもそも、えー、その責任を負う、監査人が責任を負うっていうことは、前提だとしてね、前提だとして、じゃあ、これ、えー、その、 責任を負う前提で専門家の業務が監査人の目的に照らして適切だと結論付けた場合は監査証拠ととして受け入れられらるんだというそこがありますでその際に専門家としての能力及びその業務の客観性はこの、ね、監査人の目的に照らして適切かどうかに重要な影響を与えるんだということでだからこそこの、ねえー、客観性、まあ、その業務の客観性とか能力っていうのは評価しなきゃならないんですよ。 評価すするる意義があるんですよということになりますねここもやはりねちょっと書きにくいと思いますなのでここ問題に問1問2とも正当可能性中程度というふうにしております。はい、で次ですよねえっ、ー、とレジュメの2ページ目で見ていきたいと思いますが問3ですねこれも正当可能性中程度としましたが。 これはですね専門家への質問や専門家の報告書の差別などの手続きを行う理由が問われていますで、これは同じ専門家の話で問2から引き続いている問題なんですねなので問2との関係でなまあ流れで書いていただくのが良かったかなと思いますここのレジュメはですねほとんど問2と同じ内容が書いてあります 専門家の業務が監査人の目的に照らして適切だと結論付けた場合は当該専門家による指摘事項や結論を適切な監査証拠として受け入れることが可能ですよとこれが大前提でありました。でそれにあたってね一番上専門家としての能力およびその業務の客観性っていうのがねこの目的に照らして適切かどうかっていうことに重要な影響を与えるので評価するっていうのが問い2の問題でした。で 今評価したのは専門家としての能力と業務の客観性なんです。で、実際にですね。専門家の業務を利用する場合には、その専門家の業務の結果が重要なわけですよね。なので、当然能力とか客観性は前提にあるとした上で、その下です専門家の業務の。 が適切かかかどうかこれ自体をですね確かめないといとけませんだからこそその手続きね問題にあるような手続きを実施することでその専門家の業務の結果自体が適切かどうかを確かめるとこれによって初めてですね監査人が適切な監査証拠として受け,入れる受け入れるのに必要十分になるということでえ逆に言えばですね業務の客観性とか能力だけを評価したってそれだけじゃ不十分だと。 ね、そ,のにそれにプラスして業務の結果それ自体が適切かどうかを手続き実施で確かめるんだとここをですねままあ、といいさんでかければかかったかなと思います、ねえー、もちろん別解もあの考えられるとは思うんですけどもやはりこれがですね一番あの問えー 各回答欄の行数もですね。あの多くないですよね。ですから、まあ、この程度ぐらいしか書けないかなというふうに思います。産業ですもんね。産業しかありませんので、まあ、この程度かなと思います。で問い4ですね。問4はこれは内部監査の問題で、えー、タイトル。まあここにレジュメに入れてますが、監査人が重視しなければならない。内部監査の特徴とで。 ここがむしろですね問題2の中では一番回答しやすかったんじゃないいかななと思いますなぜなら換気法610の3項と4項これそのまま回答すればよかった問題ですね。で内容どうなるかというとここの横です。内部監査機能と監査人がそれぞれの目的を達成する方法には類似するものもあるとこの類似するものもあるっていうやつですね。で えー、これなぜね、重視しなきゃならない機能かというと、これ類似するからこそ内部監査機能を利用することができる。 場合がまあ、利用することができるる場合があるわけですよねですから類似するものもあるっていうのは当然ねこれは重視しなきゃならない機能だしだからといってですね、まあ、そのまま受け入れることもできないなぜかというと特にこ内部監査機能にはその実質性および客観性の程度にかかわらず監査人が財務所要に関して意見を表明するときに求められるようなここですよ企業からの独立性はないと。 ね、いうことでしたよねだからこそね、えー、いろいろ監査人が内部監査人の作業の結果をちょっとね監査手続きを適用用して利用すると逆に言えば内部監査人の監査結果をそのまま利用することはできないということがあるわけなので、まあ、この2つがですね監査人が重視すべき内部監査機能の特徴ということになります。 なので、まあ、ここは基準そのままでしかも書きやすいところなので他の問題に比べたらねなので問4は正当可能性を高いといいとううふうにしています、はい、で次問題3いきます問題三も実はこれ正当可能性高いとしてますがこれポイントはですね監査報告書には例外的な場合を除き、えー、他の監査人等を利用した旨を記載し,て記載しない理由と。 いうことで、えー、ここは典型論点ですよね、えー、ここ見ていきましょう、えー、監査人は他の監査人等を利用した場合でも表明した監査意見に単独で責任をとねまさに単独で責任をとだから他の監査人等を利用したことを監査報告書に記載しても責任分担はなされないとこれはあの冒頭でも申しましたがこの問題の最重要ポイントです。ね 監査人は他の監査人等を利用したって責任分担できないんだと単独で責任を負うんだとこれがこしですでそうした時にこれ監査報告書に記載した場合じゃ監査人にとってどうかっていうと監査人にとって無意味ですよねだって責任分担できないんだからしかもですねそれどころか利害関係者にとっては。 監査,人に監査人と他の監査人等との間で責任分担が生じているとの誤解を与えてしまうので有害むしろ有害になってしまうと利害関係者にとってはむしろ有害ですよとだから、えー、原則として他の監査人等を利用した旨を記載してはならないとまあここはあのこのね専門家 いやまあ、他の監査人、まあ、その他ね内部監査等、まあえー、他の監査人等を利用した場合の典型論点ですから、えー、ここもですね正当可能性高いにしてますでなんとかですね、あのーまあ、講義、えー、等答弁、まあ、等,等をね、えー、学習されてる中でこの問題3についてはね、えー、ここはなんとか得点していただきたかった問題ですね。であとまあ問題2の問い4もなんとかね、えー、頑張って似たような回答を書いていただきたかったと。 で、でそれ以外のですね、えー、問題1と問題2の問1から問3ここは非常に書きにくかったと思いますのでなん、まあ、とか食らいついて、えー、白紙にせずにね、えー、何らかを書いていればですね、まあ、あの他の回答でもあの配点の、ね、対象にはなると思いますので、えーまあ、ここでどれだけ踏ん張れたかと。なのので、えっと、もちろんこの、えー 動画を見てくださっている方はですね試験を受けられたという方もいて受けられた方はもうね試験のことを考えずにもうあの合格までねこれだけ長い期間あの、まあ、あの休める期間っていうのはもうなかなかないですからもうゆっくりねしていただくとしてまだ試験を受けてなことがなくて来年受けようと思っている方はですねあの特に、 あのこういった問題でどこから解くかというねこともあの精神衛生上は大切になってきますで今回はまさにこの、えー、第一問の問題二の問い四とですね、えー、問題三ここら辺から始めると比較的ね、えー、まあ書きやすかったかなと思いますあとはまあどれだけこの言っても 最終的に責任分担なされないんだから監査人が単独で責任を負うんだということが頭にあるあると思うので、えー、それ以外の観点からそれを前提としてね、えー、ちょっとあのずらした形で他の問題対応できたかどうかっていうところがねあの難しかったところだと思いますなので第一問は特にこれ、えー、論点的には目新しくないかもしれないというかあのなんか突飛な あの全然知らないような論点ではないんですけどあの実は書きにくかった蓋を開けてみたらそれほどですねまあこれ素点でも意外と5割ぐらい言ってれば素点でですよ素点で5割ぐらい言ってれば結構あのいいのかなと。まあ、問題3を取って、えー、問い4問題2の問い4を取ってあとはねほ、えー、のところでできるだけ食らいついて書いて、まあ、半分。 から5割55%ぐらいかな。まあそうすると結構いい答案だったのかななんていう気がしますね。はい、えー、これが第一問ですね。そして、えー、第二問見ていきたいと思います。えー、第二問は問題先に移しますけれども、はい出ました事例問題が出ましたね。えー、第二問はこれはですね監査手続きをまあ具体的に問う問題で事例問題。 ただ、そんなに読む箇所は多くなかったですね。で、えー、っと先にです、ね、これ問題文がまあ1ページバーっとあってですねその次に問題1から問題4まであると見ると、えー、ここ先に見ると良かったかと思うんですけどもまず問題1はですね期末売掛金残高の実在性の監査に関して A 社に対する確認上の送付は行われないこととなったと。 A 社が確認上の送付先とならなかったことについて考えられる理由を説明とああ A 社確認上送んなかったんだなとその理由かということですね。で次問2と問とと見ると B 社について 監査上特に留意すべき点と取るべき対応とまあこういったのね、えー、レックの当連でも似たようなことをやってましたけれどもあのこういう漠然とした問題ですで C もそうです問題3も C について同じ問題ですね特に留意すべき点と取るべき対応なのでここでですねまあちょっとあのこういう問題に慣れてた方は留意すべき点だからまあ監査要点なんかをね、えー、書いてそしてですねどういう対応をするかっていう感覚で書くんだろうなっていうことが もやっっとととね頭の中浮かぶとよかったかぶたなと思いますで問題4はこれ X はこれ監査人のことですけども29年1月に D 社に対する対応を盛り込んだ監査計画の修正を行ったとどのような修正を行ったと考えられるかということであなんか計画変えたんだなと。 ということですね、まあ、ちょっとこれを前提にですね頭の片隅に置きながら問題文を読めるとよかったと思います。で問題文ちょっとポイントとなるところね一緒に見ていきたいと思いますがまずですね最初にえ状況が書いてあってで状況を見ると「公社」でこれ「電子部品製造業」とあります。でまあ、提出会社で第20期これが 平成28年の4月1日から29年3月31日まででこれの財務諸表監査を担当する監査人 X まあ監査人 X っていうのが出てきたと。で当期の監査にあたり次の資料を得たということでまず資料1公社、ね、は創業者一族が実質的に支配するいわゆるファミリー企業だと、まあ、ちょっとどういうふうに今後。 ね、このあと展開していくか分かんないですけども、まあ、ファミリー企業なんだなというところ特徴ですので1000引いてきました。でえ、まあ、同族の会社ってことですよね。で丸2番後者が扱う製品の需給関係及び価格は安定しており需要の重要な季節的変動はないとつまりこれ需給関係とか価格は安定していて需要の重要な季節的変動はないと。 言ってますし、丸三で業界の競争環境に変化はないと、しかも得意先に販売する製品の構成に変化はないと、ここまで、えー、まあ丸二から丸四はですね、安定しているということを言ってますよね。なんら特に何か問題となる状況はないっていうことをここで言ってます。 後者は28年5月つまり4月1日からの会計期間ですからあの、まあ、始まってすぐに第20期の業績予想として売上高、えー、これ130億円1万3,100万円ですから130億円を公表しておりと、まあ、ここで、えー、28年5月に業績予想として130億円を公表してるんだなと。 でその後修正していないというんだなというところがまあ読んで取れますね。であと丸六番「後者の販売プロセスに関する内部統制は有効と」と、うん、何ら問題ないんだなということでね、えー、見ていきます。で資料2にはこれ「売上高の月次の売上高」ですね。で資料3は 売掛金残高の月次推移ということになっていてでちょっとまあ数字ね、えー、と細かいので先に資料4を見ちゃうとよかったかと思うんですけども資料4得意先上位4社の概要 ABCD とあ上位4社なんだなと思うと思います。で A 社は中堅の家電メーカー後者にとっては創業当初からの安定的な得意先だと。と B 社は電子部品を扱う専門商社。 C 社は大手家電メーカーで D 社は後者の創業者一族が100%出資してともうこの時点でねなんかここであのちょっと臭い匂いを感じてほしいんですけども後者の創業者一族が100%出資して設立とこれはもう関連当事者だなというふうに、えー、ここでパッとひらめいた方はねこの後良かったかなと思いますね100%出資設立とでしかもですよここ。 不動産販売業業を営む会社とこれどうででですすか一番最初で後者は電子部品製造業ですよしかもこれもっと言うとね A 社は取引先の A 社得意先の A 社は中堅の家電メーカー B 社は電子部品扱う C 社は大手家電メーカー。ねなんでここでいきなり不動産販売業が出てきたんだと。 まあちょっと何かあるなというふうにですねこの段階で思えたら非常にねあの問題スムーズだったと思います。でですねじゃあ具体的にまず問題1はこれ A 社が確認上の送付先ととななららかったことについて考えられる理由ですじゃあまず A 社見ていきましょうかねこれ他の会社と比較して見ていきましょう。 ちょっとねこれ数字細かいんで画面上ちょっと拡大しますけれども A 社はですねこれ見ていくと4月は売上1 2 0 1万円まあ1億2,000万円ですねで5月は1億3,0006月は1億1,000とこうずっと見ていくとですねずっと1億1,000から1億3,000の間を安定的に推移しているってことが分かります。 しかもですね対応して売掛金見ていってみましょうそうすると4月はですね売り上げた1億2,000がそのまま4月の売掛金になっていると5月は1億3,000売り上げてそれがそのまま5月の売掛金になっているとここから読み取れるのはちょっとここ難しかったかもしれないですが読み取れるのは4月の売掛金1億2,000万っていうこれは えー、5月中に回収されたと考えるのが通常ですよねだから4月に計上された売掛金1億2,000万は5月にはもう残ってなくて5月に新たに売り上げた1億3,000だけが売掛金として残ってるとこれが6月7月もずっとそうでですね3月までずっとそうなんです。だから、えー、売りかけ金に 言ってみれば大流がないわけですねもう必ず翌,翌月に回収できているという状況しかも売上も安定しているということでですねあこれはなんか A 社に対する売掛金は固有リスクがあそんな高くないんだろうなというふうには読めると思うんですね。でこれがですね一つ問題一の回答としては理由になります。 A 社に対する売掛金はそんな固有リスクが高くもないしかもですよここでこれが効いていくんですね丸6番で販売プロセスに関する内部統制有効とつまりコントロールリスクね統制リスクが、えー、これがそんな高くないですよね内部統制有効ですからまあ低いというふうに言えたとすると、えー、重要な虚偽表示リスク つまり A 社に対する売掛金の重要な競技表示リスクはそんなに高くないんじゃないかと。まあこれがですね一つ A 社に対して確認状をね送らなかった、えー、まあ送,ら送る対象とならなかったという理由にはなりますね。まあ理由の一つとして重要ですね。でえー、っとちょっとねもう一つの理由があるので、えー、それは先にですね、えー、これ。 B 社、C 社 D 社を見ていきたいと思いますがあの B 社 C 社 D 社をこの流れを見ていった中で最後ねここ売掛金のを見ていくと B 社の売掛が7億8千万期末にあって C 社の売掛が3億5千万 D 社の売掛が4億4千万でその他が3億7千で合計20億なんです。で 20億のうち、まあこの期末の売掛金の残高で見ると B 社が一番多くて、その次 D 社で C 社と。で、このね、7億8千と3億5千と4億4千もうこれでですね、大部分の、この20億の中の大部分の売掛金を占めるわけです。 そうするとですね監査人としては特定項目抽出による示唆なんかで学習されたと思いますが特に監査人は色眼鏡でねこの相手先の金額が大きいからこれは項目として抽出して監査手続きをやろうとかですねあるいはここがリスクが高いから監査手続きやろうと。 いうふうに特定項目を選び出します。その特定項目の抽出に関してですね、まず A 社はリスクが低いと。 A 社に対する売掛金は、えー、この重要な競技表示リスクが低いっていうこともありましたしあと金額的にどうですかこれはまあそこは判断なのでね一概にはあのー、言えないところもあるかもしれないですがこれ20億に対して、まあ、約5%ですよこれ A 社の売掛金ね1億2000万で他が圧倒的にね、えー、大きいです。もう B 社なんてこれ、 7倍,まあ、7倍と言わず6倍以上あるわけですからこの BCD こういったところに確認状を送付したらもうそれでね十分かつ適切な監査証拠を入手できるんじゃないかとつまり金額的な重要性の観点からもこれは A 社には確認状を送んなくていいというふうに判断できたんじゃないかというのがねこの問題1の理由になります。 でレジュメ見ますとですねレジュメの3ページ目ですかね3ページ目に書いておきました。でここはですね、えっとまあ、タイトルとしてもこれ問題の内容を入れてますが「期末売掛金の実在性の監査」に際して A 社が確認上の,送付,の送付先とならなかった理由です。で1個目に今申し上げた「金額的重要性の観点」。 で D 社についてはこれ後でこの後やりますけども D 社に対する売掛金がねこれ今年計上されていてこの年にはこの D 社があることによってもですね売掛金の合計残高が20億という大きい金額になっていてその全体に占める A 社に対する売掛金の残高の割合はもう5%ぐらいになっているということでこれね 金額的に重要じゃないと判断できるんじゃないのかというふうなのが一つの理由もう一つは最初に申しました重要な虚偽表示リスクの観点で A 社に対する売上形計上と売掛金回収は毎月安定していて翌月に回収できているとで内部統制も有効だとだから重要な虚偽表示リスクは低いと。えー、CR ね。えー I.R. として、まあ固有リスクと統制リスクが低くて重要な虚偽表示リスクが低いと、だからこそねこの二つの理由から確認上送付しなくても期末売掛金残高の実在性について十分かつ適切な監査証拠を入手可能でしょうということから送付と先としなかったということになります。もん理由二の方がどうですかね書きやすかったのかな、あの理由一の方がまあ実務的かもしれないですけどやはりねえこれもし あの重要な競技表示リスクが低かったとしても金額的に重要だったらちょっと確認上の確認先から外すっていうことはねなかなか考えにくいのでやはりですね理理由1理由2両方書いていてほしし問題でしたただね、まあ、あのちょっと実務的で特にこの問題1は実務的ですのでまああのどちらかの理由でもね書、えー、けてればかなり、えー、受験生の中ではね あのよかったんじゃないいかと思いますなので、まあ、そういった意味でちょっと難しいので正当可能性中というふうにしていますじゃあ B 社ですね先レジュメ見ると問題 2B 社について監査上特に留意すべき点と監査人の取るべき対応ですで、えー、これ問題文の3ページ目を見ていきましょう B 社についてね資料2資料3で見ていきたいと思います で B 社についてもですね4月5月なんて見てみると4月に3億3,000万円売上が立ってて売掛金の残高も3億3,000万で5月は3億2,000万の売上が立っていて3億2,000万が売掛金として立っているということでやはりねずっと見ていくと、えー、ずっとこれ12月までは売り上げた金額がその月の末の 売掛金になっているので、そういった意味で翌月に回収できている、つまり売掛金は回収状売掛金の回収状況に問題もないということがわかります。ただ1月以降を見ていくとですね、B 社ですよ上から2段目ですけども、B 社に対しては1月売上が3億2000万あるのに対して1月の 松の売りかけ金が4億8なんですよね、えー、つまり4億8,000から3億2,000を引いた1億6,000っていうのはこれ1月じゃなくて12月前の月の売り上げに売り上げた分に対する売掛金だということが分かります。 なので12月の売り上げた3億1,000万のうち1億6,000まあ一部ですまあ半分ぐらいですけどこれはまだ1月が終わった段階で回収できていないとだからここね4億千万売りかけ金がが残っているととうことが分かりますじゃあ2月見ますよ2月さらに3億円売っていてこれに対して2月末の売掛金は7億8,000とこれ 4億8に3億千に足して7億千だとということがわかりますそうするとですね4億8千はまるまる回収できずにつまり1月末にあった売掛金はまるまる回収できずに2月分の3億円の売り上げが積み重なったと。でさらに見ると3月はもう売り上げてないんですねこれ何らかの理由でもう売り上げ取引停止したんでしょう売掛金が回収できないからってことかもしれないですけども売り上げをと停止したと。それなのに やっぱりですねこれ2月と3月売掛金残高が一緒とつまりまあゼロですから増えはしないんですけども全く2月末にあった売掛金がそのまま残っているということで3月末のこの7億8000にはね12月に売り上げた分の1億6000と1月に売り上げた3億2000それで2月に売り上げた3億の合計7億8000これが残ってるつまりもうこれは滞留しているわけですよ売掛金がね。 滞留しているとで、ここに気づけたら問題にはある程度回答できたかと思いますえー、売掛金の滞留っていうのはこれはね。もう売掛金の評価の妥当性の問題になるっていうのは、もう。これは講義等の中でね、えー、学習されていてえっと。 あの学習されたことがなければ非常に難しいかもしれないですけどもこの対流っていうのが評価の妥当性だということでねえじゃあどういう対応を取っていくか貸し引きだっていうこの発想っていうのはあのおそらくね持っていた方多かったと思うんでここは書いていただきたかった問題です。でレジュメの3ページ目の問題にですね はい、で監査上特に留意すべき点としてはまず B 社に対する売り売掛金が滞留しているとでこれご説明しましたとおり従来1ヶ月以内に回収されていたが12月以降の売上にかかる売掛金、まあ、12月は一部で1月と2月は全部ですけどもこの売掛金が未回収になっているという状況ですよね。だからもうこれは滞留していると生きちゃっていいと思いいるるとととちゃっ思ますすそう次 じゃ、あ b 社に対する売掛金の評価の妥当性、これ本当に回収できるのって話ですよね。売掛金その金額でいいのと貸し引き大丈夫？まあ、そこに特に留意が必要。だからこそ、監査人の取るべき対応としてはここです。貸し引きの設定が適切か否かについて、十分かつ適切な監査証拠を入手する必要があるんだということになります。まあ、ここまではね。だから、なとか読み取って書いていただきたかったと。じゃあ具体的に。 えー、貸引きの設定が適切かかどうかというとといこですよねでここはちょっとねかなり実務的なのでなんとかですね講義等でまああの講師が言ってる話とかですねななんかそういうのを思い出して書いていただきたかったんですがこれ、えー あとと、ねまあ、なんかか考えてて想像してもいいかと思い思ます、えー。これ貸し引きですから 1B 社の財政状態これ気になりますよね財政状態あるいは B 社からのこれ担保受け入れですよねこういったような情報を入手することで、えー、B 社に対する売掛金の回収可能性を検討すると。 で回収可能性あればね、えー、まあ,ある分については貸し引きを設定しなくていいわけですから、まあ、一つこの簿記とかですね、まあ、そういったところの,かあの学習内容からこの B 社の財政状態とか担保受け入れに関する情報を入手するんだっていうことがまあ書けるとね非常に良かったと思います。ここはまあ難しいいとと思いますけれどもなんとかあの財務の知識 ね引き出せると良かったかなと思います。でもう一つはですねこれ監査論の知識ですけどここもですね貸引きといったら会計上の見積もりなんですよ。なのでここでですねすぐに換気法の540ね。 引けけたた方は、ねまあ、ここままで書けたかなと思います。換気法540の12項1なんていうのがね一番あの書きやすいと思いますが期末日以降監査報告書日までに生じた、まあ、発生した事象によってですね期末日現在の貸し引きの見積もりに関して監査証拠を提供するかどうかと。つまり、えー、期末日以降、 監査報告書日までの間に、まあ、どの程度貸し倒れたかっていうようなね、えー、言ったことをですね、まあ、あの検証することで期末の,売りあの貸し倒れ引き当て金の金額が、まあ、これで良かったのかなっていうことがねあの検証できますから、えー、ここ会計上の見積もりのところからですね回答を引っ張ってくるということができたかどうかと。 いいうことと、ね、一つのポイントになったかと思いま,すまあ,あのこの丸二の部分はですねまたあの別の方法でも書いていただいてもいいですがなんとかそれ前ね貸引きの設定が適切かどうかっていうところぐらいまではあの書いていただきたい問題ということで正当可能性は高いというふうにしています。じゃあ次、ね、問題3いきましょう今度は C 社について監査上留意すべき点と監査人の取るべき対応でした。 でこれも先に問題をね見ながらあの回答を説明していきますがまずですね C 社についてはどうなっているかというと C 社4月は売上が2億1,000に対して売りかけも2億1,000と同じようにねずっと2億4,000とか2億5,000ずっとまあ1か月その月に売ったものがその月の 売掛金月末残高になってますんでまあ回収は1か月ごとに行われているというふうに見えてでずっといくんですけどこれずっと12、えー、と月2月までね4月から2月までは2億円台前半ですよねだいたいねそれなのに3月になって3億5,000売ってるんですよ。で売掛金もまあねそれに伴って確かに3億、えー、5,000ですか はい、こ,のここです、ね、3億5,000千になってますんで、えー、売掛金もまあそれに伴って同じだけ増えてるんで、えー、今のところ、えー、2月分までのお回収状況は問題ないとは 見えますよね2月のこの2億1,000は2月末には残,残,残として残ってましたが3月は3月に売った3億5,000だけが残として残っているので、まあ、2月分の売り上げに関してまで回収は問題ないっていことは分かりますが急にここで1億4,000万もね1.5倍以上をそれまでの月の1.5倍以上も売り上げてると。 あれこれってなんか3月にね急に売上増やしてるなということがわかるわけです。でしかもですねこれ売上の年間合計見るとこれ13億、えー、ごめんなさい、えー、135億ですね135億135億でこれなんかありましたよね丸5番資料丸5番でここです。 売上高130億円を業績予想として公表していると135億で130億なんか5億しか差がなくてギリギリ達成してるなとなんかこれ3月でね、あのー、悪いことやったんじゃないかという発想になれたらまあこの問題ね良かったわけですじゃあ、えー、レジュメ問題3のところ見ていきましょうえっ、ー、と 特に留意すす。べき点ですえごめんなさい、画面上これねちょっとは誤色ありますけども皆さんあの、えー、ダウンロードできる部分はこれ C 社になってると思いますが C 社にに対すす。る売上が3月に急増してますただしこれ問題文にあったとおり後者の扱う製品の需要に季節的変動なかったですよねほ,ほとんど安定している状況。ってことはですよやはり業績予想を達成する目的で まあなんかなされたんじゃないのその以下がなされた可能性を示唆してるんじゃないのっていうことが考えられて、ここでちょっと不正の話がね、出てくるわけです。えー、翌期以降の売上げの前倒し形状とかですね、そもそもそんな売上げなかったと、格売上げ、それが形状されている。あるいはね、押し込み販売で、まあ無理やり売ったことにして、 いるというような状況可能性を示唆してるんじゃないかと、まあ、ここまで考えられた方はですねじゃあこれは売り上げとか売掛金の、えー、期間配分の適切性あるいは実在性に特に留意が必要ということでねやはりここあの、まあえー、問題にもそうでしたがこれ監査要点なんかね、えー、問題には 評価の妥当性売掛金の評価の妥当性でしたけれども問題3はここ期間配分の適切性とか実在性に留意が必要だよということでね、えー、ここ留意すべき点を書いていただくと良かったなと思いますで、取るべき対応としてはですね1個目期末日付近の売上高についてカットオフ手続きを実施ということで、えー、まあカットオフっていう言葉をそのまま書いていただいても良かったと思います しカットオフっていう言葉が出てこなくてもですね、まあ、期末日付近の売り上げについてね本来翌期に計上すべきものがないかどうかっていうのを検証する必要があるんだとだから関連資料を閲覧するとかですね商標突合をするとかね、まあ、そういったようなことを書けば別にカットオフって言葉を出さなくてもね期末日付近の売り上げについて、えーまあえー、資料を、ねえー、閲覧するとかねそういったことでもいいと思いますがあこれが一つ目。 そして二番は C 社に対して売掛金の残高確認を実施とまあこれ問1でね A 社に残高確認実施していないということでしないことになったということで C 社は当たり前じゃないかと問1があれば C 社については売掛金の確認状を送るということは当然の前提なんじゃないのと思われた方もいると思いますがまあただどこにもね書いてませんので監査人の取るべき対応としては一つ書いてあげてよかったかなと思います。 で丸3番としてここからがねちょっと難しいと思いますが4月において3月の売り上げにかかる売掛金の回収を確かめると、えー、つまりこれ3月の売り上げがボーンと急にね3億5,000万に増えてますけどもその3億5,000万が4月にちゃんと回収できたかと売掛金回収できたかということで、まあ、売り上げのね実在性を見ることができますのでこの 通常1ヶ月翌月に回収できるっていうこの、ね、資料23から読み取れますからじゃあ3月売上分が4月に回収できたかっていうことはこれはね、えー、確かめる必要があるとここちょっと書きにくかったと思いますがこの売掛金の実在性の観点から確かめる必要があったということになります。 あと4ね4月以降返品の状況を確かめると無理やりですね3月までに押し込み販売していて、えー、結局ですね、まあ、あのグルになって、えー、売ったことにしてですね4月になって返品されるということもまあ考えうると。 確かにこれ C 社は大手家電メーカーですからまあちょっとね、えー、それを考慮して押し込み販売はもうありえないんだっていうふうにしてもいいと思いますけどもまあ大手だからね悪いことしないっていうことはあ,り、ま、あれ考えてもねそれはあの監査人として予断をもそういう予断を持ってはいけないですからそういう意味で、えー、やはり、えー、この返品の状況を確かめて押し込み販売 C 社に対してなかったのかなということもですね、えー、まああの 考えてもかかったかなと思いまあここもですねえっと書いてある内容簡単ではないんですが、えー、まあどっかでねこういった内容って扱っていますのでそういった意味で何とかひねり出してあの全く同じじゃなくてもいいから書いていただきたかった問題ということでここは正当可能性高いにしてあります。はい、で、えー、っと最後の問題4ですね。 D 社に対する対応を盛り込んだ監査計画の修正。まあ注意しなきゃいけないのは29年の1月、期中に行ってますからね。期中に行っている監査計画の修正だと。で、これは D 社は、見てください。資料2と3見ると、ずっとなかったのに、売り上げがなかったのに、1月からですね、4億3000万円もの売り上げが3ヶ月連続で続いていると。 でこれ合計すると、まあ、12億9,000万ということで確かに A 社の売上よりもちっちゃくてこのね ABCD の中では合計すると年間の売上はそんなあの大きくないというかむしろ A から D までの間では一番ちっちゃいんですがただ1月から急にですね月次で見たら他のどこよりも金額が大きい金額で3か月ポンポンポンとなってるとしかもこれあの12億9,000万これ D 社の D 社に対する売上がなかったらどうですかこれ合計135億の売上ですけども135億からこれ12億9千万引いたらこれ業績予想未達ですよね。ということはここ非常に重要な売上の合計に関してね非常に重要な部分を占めているということが分かります。でしかもですねこれ 相手先の D 社って関連当事者で不動産販売業意図なんだで,ですよここから回答を導いて欲しかったんですねまずこれレジュメ見ていきますが D 社は後者の創業者一族が100%出資して設立した会社ですからまずこれ断定していただきたかった D 社は後者の関連当事者に該当するんだとしかもですね2つ目として後者は電子部品製造業ですよ で、d 社は不動産販売業です。これは後者における通常の取引過程から外れた取引になりますよね。そしてしかもですね。業績予想達成に関わるので、まずこれ質的に重要ですよね。もう売上として質的に年間の合計からしたら、あの大して金額的にはね。大きくないかもしれないですけども、これ質的に1月から始まったね。売上質的に重要。まあ、さらに。 月次ベースでは金額的にも重要ですしねだからまあさらに1月以降は月次では金額的にも重要だということになりますでそうすると次後者、えー、から D 社への売上は企業の通常の取引過程から外れた関連当事者とのやはり重要な取引になりますよね、えー、ここが認定できるとこれは何でしたっけこれはですね 特権リスクでしたよね。これは換気法に書いてありました。まあ、ここら辺はもう換気法は引かないでもね、もう関連当事者との通常の取引過程から外れた重要な取引は特権リスクだと、まあ、ここはちょっと担当のところで頭に入っているところなので、えー、ここまでは換気法引かなくてよかったかなと思います。で、じゃあどうするかというと、ここはですね、最後は換気法の500の22個、 にですねまあ、こういった場合には、えー、こういった関連当事者と、ねえー、まああの通常の取引過程を外れた重要な取引は、えー、特権リスクだから不正な財務目的の有無がどうかとかです、ね、事業上の合理性、まあ、こういったことを確かめるために、えー 取引の基礎ととなななる契約等を閲覧しなきゃいけないけ、まあ、そういった監査手続きを盛り込んでくださいということが寛基、え、表、ー、550-22に書いてあるので、まあ、それをですね1月に計画に盛り込んだというふうに回答すればよかった問題ということでまあ、ちょっとここ最後もね、えー、難しかったと思いますし、えー、最後問題4も10行あるんですけどこれをですねちゃんと書くと意外と10行って足りないんですよね。で えっと、まず関連当事者とのね、えー、通常の取引過程外れた重要な取引だから特権リスクだっていうところまで書いて結構あの量を書いちゃうと最後のですねえじゃあどういったことを計画に盛り込んで修正したのかっていうことが薄くなってしまいますのでまあちょっとバランス 的にここは難しいんですが、まあ、あの最低限ねこのぐらい不正な財務報告目的の有無と事業上の合理性等を確かめるために契約と閲覧というようなね、えー、換気法550-22を書けばまあよかったんですけどここはまあちょっとね、えーまあ、他の問題に比べると若干難しいということで正当可能性中程度というふうにしています。 はい、えー、ここまでがですね第1問第2問の中身の解説ですね。でまあ第2問は、えーまあ、ここもですね、えー、バチッとかけるかというとやっぱり実務的な要素が強くてただ意外と第1問より蓋を開けてみると、まあ、あのかけてる方もいるんじゃないかなということで、まあ、第1問が5割とか5割5分ぐらいなんだったら第2問は6割ぐらい素点ベースでね取れてるといいのかななんていうふうに 考えてはいますけども、まあ,あの？ 特にね、えー、これ監査論1科目目であの緊張度合いいも他の科目よより高いんですよね。だから監査論はねそういった意味でも思ったほど点があの取れないっていう方があの多くいて特に、えー、ここで合否が差がつくっていうのはねあのよほどの失敗しない限りはあのそんな足を引っ張ることもないので、まあ、あの特にまあそうは言っても動画見られてる方でも試験受け終わった方はもうこんなこと忘れてですね、えー、もうゆっくりしていただけばいいですし、えー 次の、ねえー、年度に初めて受けるという方はです、ねまあ、こういったことも踏まえて、えー、監査のまあ一環を含めだし緊張するんだと。 いうことも踏まえてしかもこの過去問をですね重視して学習していただきたいと思います。監査論は普通普段の講義でも言うんですけどもあの特に論文式試験いい問題というかね考えさせる問題が過去ここのところずっと出ていてなんか突飛な論点ではないけれどもちょっとね考えると書くの難しいなという問題が出ていますで。そういった意味で この問題今年の問題をですねしっかりとあの自分のものにしていただくあるいはね、まあ、どんな問題が出たかということを今の段階で知っておいていただくだけでも来年の試験にとって非常にねアドバンテージになりますからね。えー、というのはやはりゴールが見えてて勉強するのとゴールがどこにあるか分かんないで勉強するのではこれは大きく あの今後の勉強の方,法方針に差が出てきますのでまずはゴールを知るということで是非ですねこの過去問、まあ、今年の平成29年度の問題はあの解いておいて、えー、自分なりにどういう問題が出るのかっていうことをね 確認していただきたいと思います。もちろんあの書けないと思います。練習をだいぶ積まないと書けませんので、解くと言ってもあのどういう風うな問題が出ていて、あ回答はこうなんだなというのをまず理解をねしていただきたいと思います。そして改めて、えー、あの当連とかでよく質問を受けるんですけどね、えー、本試験で換気法を引けばできる問題なんて出るんですか。 って聞かれるんですけど実際あの今回の問題の通りこのぐらいはですね換気法を引けば答えられる問題っていうのが出るわけなんですねですから普段から換気法の学習もですね怠らずにあのしっかりと読み込むようにしていただきたいとで特にどういうところを読み込むかというとやはりねこの過去問が参考になるわけです過去問でこういうふうに出てる っていうね、えそれを見ていただいてあ、だからこういうふうに換気を読めばいいのかっていうのがわかりますので、まああの今の段階でこの今年の問題、あのよく言えばですね、ここ2、3年の過去問をまあ見ていただくと傾向がつかめていいかなというふうに思います。はい。それではですね、監査論の本試験平成29年9年度の本試験解説をこれで終わりたいと思います。どうも皆さんご静聴ありがとうございました。